レッドビーシュリンプ水槽、まあまあコケで撮るんですけども、これ言い訳じゃなくてわざとコケ出したんですわ。思うツボですわ。ところがですね、まあ見てくれのこともありますので、ちょっとこいつメンテ言っときますわ。川の南尾の波尾チャンネル、ご覧の皆様、チャンネル登録よろしくやで。こちら、なんで苔を戻しましたかと言いますと、壁面に欲しかったんですよね。今、放卵個体が2匹いてまして、地エビが帰った時に飢え死にしないような餌対策、もちろん微生物を増やすとかっていう課題もあるんですけども、そのために少しうっすら苔を戻そうということで、巻貝が実は2匹ほど入れとったんですけども、その貝を撤去しました。で、照明も少し強めに戻して少し時間を延ばした、そういったようなことをして、うっすらと壁面に苔が戻ってくるような、そういうことにしました。まずはこの伸び放題のアマゾンドワーフの根っこ、この根っこをチョキチョキしていきますわ。これぐらい取れました。根っこだけ切っていきます。これ切らなくて良さそうなやつはそのまま戻しますが、こういう長いやつなんとなく 4,5 センチぐらいで切る。くず切りみたいですね。切りました。他の作業をしている間、少しだけ軽く抜いた水に浸しておきましょう。次に足し水したいんですけども、だいたい4センチぐらい、前水入れた時から減っとるので、30センチ×30センチなんで4リットルぐらい足しといたら大丈夫でしょう。4リットル分まず水抜きます。これ手桶いっぱい500ミリリットルなんです。今手桶で8杯4リットルの水を抜きました。なんで水足し4リットルするのに4リットル水抜くねんって言ったら、新しい水そのまま入れて給離水質が変化するのを防ぐために、足したい量と同じ量ぐらいの水抜いて、そこに新しい水混ぜてから僕入れるようにしてます。カルキを抜いた水です。こちらを4リットル足します。こっちの手桶は1リットルです。これで皿の水が4リットルと飼育水が4リットル半分に混ざったような水になります。で、飼育水はもちろん、新しい水の方もちょっと前同じ部屋の中置いときましたので、ほぼほぼ同じ温度になってると思います。これを点滴で入れていきます。これを今から吸い出して入れるんですけども、ここに直接入れずに、僕は外掛けフィルターの、水たまるところにポトポト落とすようにしてます。大体こんなもんで入れといて、後半になったらもう少しスピードを速めていくような感じになります。
ですけども、前面に出てる部分だけはこれ掃除して物理的に取っていこうと思っております。使っておりますスクレーパーがですね、ジェックスのコケバスターっていうやつでございまして、樹脂が何枚か重なってまして、それが段差ついてて、その段差部分のひだひだ、なかなか難しいんですけども、まあ、要は、ヒゲ剃りでいうところの2枚刃、3枚刃みたいな、ああいう感じですわ。で、焦げをこそいでいくと、そういった製品になっております。説明が分かりにくかったので、Amazon リンク、概要欄に貼っておきます。根っこを切った Amazon ドワーフ、こちらを水槽に戻してまいります。これ、だいぶ増えますのでね、全部は戻しませんでした。半分ぐらいの量かな。こちら、残りましたアマゾンドワーフは別の水槽に入れたりですとかね、このまま保存しておいたりとかで別に使っていきたいと思っております。ね、これ、今映ってるのが買ってきた時の量なんですけども、残ってる量だけでも、これ以前より増えてますもんね。浮き草の繁殖能力恐るべしですね。さて最後の仕上げでございます。最後の仕上げで何するかと言いますと、こちら届きました荷物、中に入っておりますのがこちら、ヒメエビスさんのブラックマテリア、いわゆるバクテリア剤ですね。そしてもう一つ、こちらもヒメエビスさんのオリジナル商品で、バクターウェポン、こちらは粉の粉末の方のバクテリア剤という、エビスさんのステッカーなんかもサービスで入っておりました。パソコンに貼ろう。そしてブラックマテリアの説明書きですね。僕の場合は立ち上がった後なので、2日もしくは3日に1回 3ml 程度入れてくださいとのことでございます。こちらがバクターウェポンの説明書ですね。こちらは日々の水質維持管理で使うので、耳かきすり切れ1杯程度を毎日添加ということになります。これらの商品ですね、チャンネル見ていただいている視聴者の方から、ヒメエビスさんの粉バクテリアいいよとおすすめがあったので、ちょっと使ってみようと思って購入いたしました。さて、まずバクターウェポン、強そうな名前なんですが、中身は優しいふんわり白い色粉末と、こういった風になっております。こちらを耳かき1杯程度入れると。で、実際これ入れた後なんですけども、上に白い粉が舞ってるの分かりますでしょうか。この白い粉が浮いてる、これがバクターウェポンでございます。ちなみに実際に耳かきで入れました。これ今水をふわふわと白い粉が雪のように漂っておりますけども、こちらがちょっと時間が経って沈んできた後の様子ですね。これ地面に落ちて、そのままエビちゃんたちがつまつましたりもするようです。ちなみに今ホーラン個体映ってましたね。続いてブラックマテリア、これも強そうな名前ですけども、こちらの方も投入してまいりたいと思います。こちらはスポイトで 3ml 取って、水槽の中にもうちょっと直接落とすと、そういった入れ方で入れてまいります。なんでこういった添加剤を増やしているかということなんですけども、今水槽の中にホーラン個体が2匹いてまして、おそらく今月の末か来月の頭ぐらいにはハッチアウトしてくるんです。で、チエビ卵から帰ってすぐが大事やって言うやないですか。その時期に食べ物がないっていうことになったら、飢え死にしてチエビがいつの間にか消えるといった症状も起こりやすくなると言われております。ですんで、最初に申しました苔を少し増やしたりだとか、あとこうやって水槽内の微生物がもっと活性化するような環境っていうのを作りたいなということで、こちらのバクテリア2種足してみました。さて、この先みーちゃん水槽どうなることやら、チエビちゃんと帰って育ってくれるかな。こちらですね、お母ちゃんエビ頑張れよ。というわけで、レッドビー水槽のメンテナンスの様子ご覧いただきました。最後までご視聴ありがとうございました。この先このレッドビー水槽がどうなっていくのかなと思う人、そしてバクターウェポンっていう名前めっちゃ強そうやなと思う人、
そういった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。よかったら他の動画も見てやってください。ほな、さいなら。